大変お待たせしました。それでは知事の定例会見の方を始めさせていただきます。最初に知事から説明がございます。よろしくお願いいたします。はい、まず大阪における新型コロナウイルスの感染状況についてご説明をさせていただきます。感染非常に厳しい状況が続いています。府民の皆さん、そして事業者の皆さん、感染対策の徹底をお願いしたいと思います。現状ですけれども、これが今第5波の状況です。で、感染自体は急角度で上がってまいりました。この1週間を見ますと、感染拡大の速度、いわゆる倍加速度自体は鈍化している可能性があります。これは客観的な数字ですので、見ていただければ明らかなんですけど、多い時は 1.8 倍、2倍近い倍加速度の時もありました。 1.5 倍、1.4 倍でこの間経過してきましたが、直近1週間だけ見ると 1.07 倍ということで、非常に高いところに今来ている。倍加速度自体は鈍化している可能性があるけれども、感染者数自体は増加し続けてますから、昨日も3000人を超えました。非常に高い感染者数、多い感染者数になっていると、非常に厳しい感染状況というのが現在の状況です。で、年齢別を見ますと、このほぼ垂直に上がっていました20代30代の感染者の経緯ですけれども、ここで倍加速度が鈍化している可能性があることに比例してですが、20代30代については垂直に上がっていたような状態が少し横ばい、あるいは少し下がっているような状況が見受けられます。一方で増えているのはこのピンクです。10代以下、20歳未満の層については非常に高い伸びになってきています。また40代50代についても横ばいになっている可能性がありえますが、ただやはり拡大をしているという状況です。60代以上については、これはワクチンの効果だと思いますが、もちろん全体につられて増えてますけども、右肩上がり、急激な上がりにはなっていないというのが今の現状でもあります。次お願いします。特にやはり注意しなければならないのが10代以下の感染について、です。顕著な例としてはそこだと思っています。現状、まずこのデルタ株の置き換わりについてはほぼ終了したと見ています。これはスクリーニング検査もそうですし、アドバイザリーボードからのアドバイザリーボードでも議論されている資料でありますが、ほぼ置き換わりは終了したと見ています。そして、年代別の陽性者ですが、第5波の中で見ましても、これは第4波の比較じゃなくて、あくまで第5波の中での比較ですが、10代の感染者の割合、これが増えてます。6月21日から7月31日まで、先月、今9月ですけど、7月末までの割合、10代以下の割合というのは、10代の割合、また10歳未満の割合、足して 15% ぐらいでしたが、今はもう 20% を超えているというような状態です。今というのは8月1日から8月末、8月分の1ヶ月と、7月分の6月20日ですけど、約1ヶ月、7月8月を比較しても、この10代の割合というのが約 15% から 20% 以上に増えてきているという状況です。そしてこちらについて保健所、一つの保健所での調査で母数自体がそこまで大きくないので、これは統計学的に有意と言えるかどうか分かりませんが、潜伏期間について調査をいたしました。33人の調査をしましたところ、このデルタ株は発症するのが早い傾向にあります。それだけウイルス量が多い可能性があります。これまでだいたい感染してから5日ぐらいで発症するというのが従来、またアルファ株の状況でしたが、デルタ株については約 3.82 日、約3日から4日、一番多いのは3日ですけど、約3日程度でですね、発症するということです。で、発症前2日間は感染させる可能性が高いですから、これはどういうことを意味しているかというと、感染して、早い段階で感染してすぐに人にうつす、自覚症状なく人にうつすような状態になりやすいということです。
まあ、そういった意味で感染が次から次へと広がりやすい傾向にあるのがこのデルタ株の感染力の強さを物語っていると思います。ウイルス量についても1000倍以上というふうにも報告されている部分もあります。まあ、保健所でウイルス量まで測れませんけれども、実例を分析してもやはりそれと非常に合致するというところはあると思います。早い段階で症状が出てくると、無症状の期間が短い、裏を返せば感染してからこの発症するまで急激にウイルス量がおそらく増えてきて他人に感染させていくということなんだと思います。次お願いします。10代以下の話に戻りますが、やはり直近集会を見ましても非常に10代の感染者の割合が多いです。でこれを見ますと、これは未就学児と小学生、中学生、高校生に分けてます、色分けをしていますが、新規陽性者に占める割合、8月の18日から24日、25日から30日、これ約1週間、まあ、直近の1週間比較です。まあ、それを見ても明らかに感染者は増加をしています、この年代で。そして高校生については 1.35 倍、中学生についても 1.35 倍、小学生 1.32 倍、未就学児は 1.6 倍という形で、この1週間単位で比較しても合計2560人から3585人ということで、非常に新規陽性者に占める割合も 16% から 20% になっています。全体の中でこの10代学生、これまではなかなか大きく広がりが見えなかったところで広がりが見えつつあるというのが今見られている現象です。でこちらはそれぞれクラスターの発生状況についてです。ピンクのところが6月21日から8月17日までに見つかったクラスターで、ブルーのところが8月18日から31日までに見つかったクラスター、まあ、数で見るとほぼ同じように見えるんですけど、期間が全く違います。前者のピンクの方は2ヶ月間で、まあ、5つの保育所クラスターでしたが、このデルタ株についてはこの2週間で6つのクラスターが発生していると。ただ比較の表として、まあ、この書き方が正しいかどうか分かりませんが、言いたいのはこの2ヶ月の期間で、あった数とほぼ同じぐらいの数がもうこの2週間で、そのクラスターが出ているというところです。まだ出ている先としても保育所、認定こども園、学童保育であったり放課後で、こういったところで多く見受けられます。でそのじゃあ児童クラスターがどういうふうに感染が広がっていっているかということの感染経路についてですけれども、あれ一番多いのは職員さんから子どもに行く場合が一番多いです。まあ、職員さんも本当に感染対策徹底されていると思いますが、ここはより一層の徹底をお願いしたいと思います。そして、あまりなかった事例として、いわゆる僕がいつも逆流現象で言っているやつですけども、子どもから職員、あるいは子どもから家族に移る、子ども同士に移って子どもが家庭に持って帰ってそれが親に移る、まあ、職員に移るという場面ですけれども、子どもから職員クラスターが4つあります。で合計33施設ありますが、この33施設中10施設において、子どもから家庭への感染が認められました。つまり子どもが家庭に持ち帰ってそこから親の年代に移る、まあ、親の年代といえばやはり現役世代、まあ、重症化しやすい年代でもありますので、ここは何とか抑えていかなければならないと思っています。また府立学校ですけれども、の新規陽性者数、非常に増加をしています。6月7月8月と1ヶ月ごとにこう見た陽性者数で、そして休校した学校の数ですが、6月は16校、7月は37校ですが、8月は延べ数で143校になっています。府立学校全体が176校あります。これは延べの校数ですので、それで143校で、陽性者が見つかったら基本的に府立学校は原則3日間の休校をします。それをカウントに当然入れてますので、その学校間で広がった数、子ども感染で広がったということの数ではないんですが、それでも非常に10代の感染者が多いからこそこういった休校する学校が増えているという現状です。またその府立学校在籍者の陽性者の数ですけれども、6月は31名、7月は170名でしたが、8月は1054名です。明らかにこの8月デルタ株については、これまで感染しなかったと言われていた若い世代、高校生の世代にも感染するということが、これを見ても明らかだと思っています。まあ、クラスターとして一番多いのは部活動のクラスターです。もちろん親から子どもに移って、そして子どもが
その学校で見つかって休校というパターンが一番多いわけですけれども、今までなかなか子どもがうつって子どもに感染者がこう増えてくるということはあまりなかった現象ですけれども、まあ、今回やはり10代以下の陽性者が増えているという現状です。年代別の重症者の内訳、です。30代以下の重症者についてもやはり第4波と比べると増えているという現状にあります。やはり顕著なのは40代50代、ここはもう既に言っている通りですけれども、じゃあ若い人は重症化しないのかというとそういうわけではないということです。全体の 10代の感染者が増えているというのはもちろんそうですけど、若い世代感染者が増えている中でやっぱり重症者も出てきているということです。このグラフを見ましても、この30代以下がですね、このブルーのところになりますけれども、非常に大きく増えてきていると、ここかな、ここですね、このブルーのところですけど増えてきているという形になります。まあ、割合にしますと、まあ、40代50代が圧倒的に多いわけですけれども、まあ、割合にしますと 11% ということになります。で、人数だけで見たらもうすでに第4波を超えているという状況です。で、40代50代第4波と絶対数だけで比較すると割合としては第5波の方が319人、55% ですが、40代50代は491名でした。絶対数でいくとまだ第4波の方が多かったわけですが、30代以下については第4波は61名、第5波は67名ですので、もう絶対数としても30代以下の重症者がもう第4波を超えている。あと顕著なのは60代以上のいわゆる高齢者の重症者、第4波は1183人でしたが、第5波は194人、まあ、10分の1ぐらいになっていると。ここはやはり大きなワクチン効果が出ているというふうに思います。病床の状況です。非常に医療体制も逼迫しています。感染者が増えてくるとなれば当然そこで重たい方、そして入院適用になる方が増えてきますので、病床も逼迫してきています。重症患者については230名という状況です。軽症中等症については2031名と、これはもう第4波を超えています。宿泊療養については第4波については1800人でしたが、一番多い時に今はもう3377人です。この宿泊療養については施設自体もかなり増やしてきてますので、そこに入れる方が増えてきているという傾向もあります。で、自宅療養につきましても9月1日で1万8000人、5月の時は1万5000人でしたから、もうそれを超えているという状況です。病床の使用率を見ましても、重症病床の使用率、ここについては確保病床に対して確保病床589床ですので、ここが 39% 日々増加しています。そして軽症中等症については 76%、 軽症中等症につきましてはもうこれ最後のフェーズのボタンを押し、そして運用病床と確保病床がもう一致してますので、今後はこの運用率と確保病床の数は常に一緒になってきます。2665床を動かして、その分母として 76% の方が入院されています。ちなみに重症については最後のボタンまだ押してません。今392床運用してますけど、それで見て、もう運用率は 58% です。で、宿泊療養についてですが、今6131室確保しています。 55% この宿泊療養については6000室を超えて8400室に拡充するということを発表させてもらいましたが、9月初旬から中旬にかけて徐々に数を増やしていき、そして8400室の宿泊療養室数を確保してまいりたいと思います。いつ増えるかというのはその都度日々分母を発表してますので、そこを見ていただければというふうに思いますが、全体とすれば9月上旬から中旬にかけて8400室に拡充をします。次お願いします。ただ軽症中等症は非常に厳しい状況です。人手の状況です。緊急事態宣言が出されて、これまでの緊急事態宣言ほどのこの人手減少の効果は出てませんが、ただやはりまん延防止の時と比べると人手の減少というのは20ポイントぐらいはあるいは下がってきているということで、そこは府民の皆さんに緊急事態宣言だということでもう効果ないじゃないかと言われているところも多いんですけど、ただ一方でやはり協力していただいている方も多いし、事業者のご協力もあって大きくはこれまでの緊急事態宣言ほどは減少してませんが、
減少傾向、減少はなんとか、まん延防止の時よりは減少しているというのが実際です。次お願いします。ナンバーもほぼ同じです。ナンバーと梅田比較すると比較的夜の人ではナンバーの方がまだ多いですから、なんとか抑えていかなきゃいけないと思ってます。次お願いします。まあ、現状こういう感染状況ですので、ぜひマスクの着用、できるだけ不織布マスクでお願いをしたいと思います。そして3密の回避を徹底をお願いします。またいつもと体調が異なるときという時はですね、ぜひ出勤それから登校は控えていただきたいと思います。まあ、ちょっとぐらいの熱だからいやと、ちょっとぐらいだからこう仕事あるから行っちゃおうではなくてですね、ぜひ休んでいただいて、その検査もできるだけ受けていただきたいと思います。結局は人と人を通じてしか感染は広がりませんので、体調優れないところがあったらできるだけ今これ感染広がっている状況ですから、会社それから学校については休んでいただきたいと思います。またエイヤで子どもを保育園に預けることもやめてください。子どもが症状があった場合、自分も仕事があるし、エイヤで保育所や幼稚園に預けるということがあれば、先ほど申し上げた通り保育所幼稚園、保育所これから幼稚園も始まりますけど、そこでやっぱり広がってますので、そこはもう自分の仕事あるかもしれませんけど休みをお願いをしたいと思います。保育所で広がる可能性があり、まあ、保育所で広がればその保育所の親に広がる可能性があり、現実にそういう事例が出ています。そしてワクチン接種された方もいらっしゃる、増えてきていると思いますが、やはりブレイクスルー感染も指摘されています。その人自身は重症化しないと、重症化する率が極めて低くなってますけれども、人にうつすということはこれやっぱりありえるわけなので、で自分自身が全く感染しないというわけではありませんから、ワクチン接種後も引き続き感染対策をお願いしたいというふうに思います。次です。2点目です。宿泊療養者に対する抗体カクテルについて、往診チームを作って、医療チームを作ってですね、往診の形式で抗体カクテルを展開をしていきます。この間前に発表させていただきました、ホテルの中に抗体カクテルセンターを作る、拠点を作る、それとは別の話で、医療チームを作って医療チームがホテルに出向いて抗体カクテルをするという新たな取り組みです。この前にちょっと前ですけど発表させてもらいました、宿泊療養施設と連携医療施設というのがあります。 A 型と言われて、 A 型と我々は呼んでますが、いわゆる上り療養の方です。ホテル療養しててどうしても悪くなってしまう人がいますから、その方をできるだけ速やかに入院していただけるように、そのホテルと提携した医療機関を作っていこうということで、これは発表させてもらいました。これは A 型病院と呼んでるんですけど、その A 型病院において患者の搬送を受け入れることに加えてですね、やっぱり連携が強まりますから、そこの連携しているホテルに対して、往診で行っていただいて、そして抗体カクテルをお願いするということです。連携する宿泊療養施設への往診可能とあった医療機関に対しては、その連携病院に、連携病院がその宿泊療養施設、連携している先のホテルに出向いていただいて、そして抗体カクテル治療していただき、重症化を予防するということです。これを解消します。まあ、図示しますと、コロナ受け入れ機関がですね、A 型の病院がですね、大丈夫 OK と言っていただければ、ホテルに直接医療チームが往診してカクテル投与をいたします。まず実施場所ですけども、今回そのホテルから1箇所を選定をいたしました。1箇所のホテルでまず進めていきます。実施の方法ですが、これ往診チームがカクテル療法を実施します。そのホテルにおいて、大体5名か1日5名から10名程度、週5日間程度ですね、毎日カクテル療法をやっていただくというふうに思っています。で、抗体カクテルの対象者にもちろん投与しますが、その時に問診であったり点滴であったり経過観察、これもやります。これは合計で2時間程度になると思います。やり方ですが、ホテルのワンフロア、特に低層階ですけども、低層階でいろいろ酸素投与室とか開けてるところがありますので、その低層階に点滴室を設置をし、そこで上層階で療養している方に降りてきていただいて点滴を実施をいたします。
投与後1時間経過観察した上で点滴室で経過観察をしていただいて、その後は上層階の自分のホテルの部屋に戻っていただきます。そして24時間体制で看護師さんが経過観察をすることになります。9月の開始時期ですが、9月の7日火曜日、来週の火曜日から開始をいたします。またその他としまして、大阪府の職員も連絡調整員としてこのホテルに入ります。どうしてもどの患者さんをどの手順でやっていくかって路地回りが必要になってきますので、その路地担当として大阪府の職員がそのホテルに入って、医療チームの皆さんにスムーズに点滴ができるように府の職員も配置をいたします。医療機関をサポートしていきたいと思います。それ以外、これはもう実証いたしますが、これ以外に臨時の医療施設として大阪ホテル抗体カクテルセンターを1箇所設置しましたが、2箇所目を設置をいたします。ここについては新たに民間の医療機関にお願いをして方法話がまとまりましたので、9月の中旬ぐらいに2箇所目の大阪府ホテル抗体カクテルセンターを別の今やっているホテルとは別のホテルで実施をいたします。できるだけ今認められた軽症治療として、コロナの直接の治療として、対症療法ではなくて直接の治療法として唯一認められているのがこの抗体カクテル療法、ロナプリーブと言われているものなので、できるだけこれを適用者の方に多く治療をして重症化を防ぐ、一人でも防ぐということをしてまいりたいと思います。次お願いします。これ先ほど重松会長と発表させていただいたものなので、もう詳細な説明を割愛させていただきます。ただここから見ていらっしゃる方もいらっしゃると思うので、簡単に申し上げますと、大阪府と府医師会とが連携して今後往診の体制を強めていきます。でその時のやり方の中で、医師会の方で往診チーム、複数のクリニックが連携をして、その往診チームを作っていただきます。で往診チームを作って自宅療養の方で、必要だと、往診が必要だという方はこのチームの基幹診療所に、保健所が連絡を入れることで、その時行ける、その診療所の方に即座に行ってもらうと、だからチーム医療、チーム往診をやってもらおうという仕組みです。でこの仕組みを支援していくためにですね、この基幹診療所に対して補助金を交付いたします。1診療所あたり月30万円です。毎月毎月この補助金については支援をさせていただきたいというふうに思っています。ですので先ほどの発表でいくと、大阪市内で6診療所 のチーム編成されますので、 6×30 万円ということで180万円の補助金をこの基幹診療所にお支払いをさせていただきます。また合わせて既存の往診の協力金としまして、これはもうすでにある制度ですけれども、往診1回について診療報酬以外にお医者さんについて15,100円、看護師さんについて8,280円のこの交付をさせていただきます。300万ですね、最大が300万という、なんか僕違うこと言った、30万かける6という、そうそう、だから重松さんが言った大阪市内の 6医療機関で1チームだから6医療機関あるので 6×30 万で180万円の補助金をこの基幹診療所に支払うと、で上限が300万円、ということです。300×6、
6チームありますので、300万かける6チーム分の予算を措置させていただく予定です。あれ、6チームも作るって重松会長言ってましたっけ？6医療機関で1チームでしょ。だから6チーム作るとか言ってないと思うよ。そうそう、はいはい、そうです。なので、あの先ほど申し上げた通りです。あの先ほど発表で、6医療機関で1チームを作りますので、30万円、厚生診療所1つにつき30万円なので、30万円かける6医療機関分で180万円をこの基幹診療所にお支払いをさせていただきます。で、今は存在してないんですけど、上限300万円ですから、10厚生診療所が集まったチームがあれば300万円を月お支払いさせていただきます。それ以上増えると上限300万円ということになりますが、毎月支払いをさせていただきますということです。で、なぜこの金額なのということは、やっぱりこの診療所間でいろいろ連携をしていく必要がありますし、人とのやりくりをしていく必要があります。いろんな事務も増えますので、そういったこともあえて診療所1つあたり30万代表して基幹診療所に交付金を補助金をお支払いさせていただくということです。今回大阪府と府の医師会とが連携をして往診を増やしていくと、自宅療養者の皆さんへの往診を充実していくということが始まります。これをもうすでに始まっているところもありますけれども、医師会と大阪府がそれぞれ組織として連携をし、そして強化していきたいと思います。結果、自宅でお亡くなりになる方を一人でも減らしたいと思いますし、自宅で重症化される方を一人でも減らしたいと思いますし、また自宅療養されて不安な方 のそういった不安を払拭したり、すること、さまざまな展開が広がってくると思いますので、これを広げていきたいと思います。ですね、次に関西4府県知事による緊急共同メッセージです。これは前回広域連合に参加したときに、少し話もさせていただきましたが、兵庫県知事、京都府知事、滋賀県知事で大阪府合わせて、今緊急事態宣言が出されているエリアで、それぞれ、やはり府県をまたぐ移動をできるだけ控えましょう、今緊急事態宣言中なので感染対策を徹底しましょうということの共同メッセージを出そうということが決定をされました。そしてそのビデオを作ってですね、そのビデオを特に府県をまたぐ移動が多い JR の電車の中のディスプレイで放映をしていただくという取り組みがもうすでに始まっています。すでに放送中のものということで、さまざま、これは大阪ターミナルビルですね、大阪ステーションシティのところであったり、梅田であったり、エディオンであったり、ジェイコムであったり、いろんなところですね、協力していただいてます。協力いただいている事業者の皆さんに感謝を申し上げます。またこれに加えて9月12日まで今後呼びかけをいたしまして、さまざまなところで放映をしていただけることになりました。北急であったり、大阪メトロであったり、京阪であったり、近鉄、阪急、南海、それぞれ私鉄の事業者の皆さんもこれは協力しようじゃないかというふうにやっていただけました。9月の12日まで放映していきたいと思います。府民の皆さん、またもっと言うとこの関西の皆さん、目にすることがあると思いますけれども、ぜひ感染対策をお見舞いと徹底しようということで、このしていただけたらなというふうに思います。そのビデオについてここで少し報道短いので放映させてもらいます。府民県民の皆様へのお願い。新型コロナウイルス感染症が拡大する中、人と人との新型コロナウイルス感染症が拡大する中、
人と人との接触を減らすことで感染拡大を抑えることができます。県をまたぐ移動は最小限で、あなたの大切な人を守りましょう。ということで、このビデオをですね、いろんな場面で流させていただきたいと思います。人と人との接触の機会を減らしていく、今緊急事態宣言期間発令中ですので、ぜひ感染拡大防止にご協力をお願いいたします。最後です。これはコロナではありませんが、880万訓練についてです。災害対策についてです。毎年行ってますが、9月3日金曜日にですね、880万訓練を実施をいたします。府民の皆さんお一人お一人がですね、この地震、大地震、津波、ということを想定していただく機会として1年1回やっているものですが、今年も実施させていただきます。今緊急事態宣言発令期間中ですけど、災害は明日起こるかもしれないし、明後日起こるかもしれません、いつ起こるか分かりません。その中で地震、大地震が起きて津波が来る、この時どうしようっていうのをぜひ考える機会を作っていただきたいと思います。またこれに合わせていろんな企業とか事業所、学校等々で、この訓練をされる、連動してされるところもありますが、ぜひそういったところにもご協力をお願いしたいと思います。エリアメール、緊急速報メールがブーブーなります。ブーブーなってうるさいやんかと思われるかもしれませんけども、1年に1回ぐらいはですね、こういった大きな地震、津波があるかもしれないっていうことを肌で一回感じる、そしてじゃあその時どうしようかっていうのを一回でも考えていただく、ぜひその機会は僕は非常に重要な機会だと思ってますので、ご協力をお願いします。いろんな防潮堤であったり、さまざまな強化策であったり、ハード部分の対策、これは大阪府市で協力しながらも非常にやって強めていってます。非常に災害に強いまちづくりということではかなり進んできてますが、災害を減らす上で非常に重要になってくるのが、そのハードだけじゃなくてソフトの部分です。ソフトの部分で適切な避難行動を取ることで、避難大きな被害というのは大きく減らすことができますので、ぜひそこの部分については災害意識の向上、防災意識の向上というのをご協力をお願いしたい、そういった意味もあって、880万訓練を今回もさせていただきます。午後1時半に地震が発生したという想定で、午後1時33分ぐらいに大津波警報が発表されたという想定です。このエリアメール、緊急速報メールがここで訓練ということでなるということになります。マナーモードでもなります。次お願いします。でもどうしてもこれはいろんな生活で鳴らしたくないという方は、自分があらかじめ設定することで鳴らさないこともできますけれども、あらかじめその設定をしない限りは鳴るということになります。で、緊急地震速報が起きたら、まずはですね、身を守る行動を取ってもらいたいと思います。そして揺れが収まったら、特に津波浸水の恐れがある地域ではすぐに避難をお願いします。高いところに逃げていただきたい、と思います。で、その注意報が解除されるまでは絶対に戻らないでお願いしたい、戻らないようにお願いしたいと思います。高いところに避難すれば命は随分助かります。で、津波に巻き込まれるとなかなかこれ命は助からないということになります。高いところに逃げたか逃げてないかで大きくその後が左右されますので、その高いところに逃げるということをぜひ想定をしていただきたいと思います。そして避難するときは慌てずに歩いて避難をしてもらいたいと思います。またこの感染、コロナ禍でもありますので、感染防止のためのマスクとか消毒シート等もぜひ荷物、いざというときの荷物に入れておいてもらいたいと思います。次お願いします。そして日頃からの備えということで、ぜひハザードマップを調べて、自分が住んでいるところのハザードマップを調べてもらいたいと思います。で、このハザードマップというのが結構当たります。過去の災害例を見ても非常にハザードマップと適合している場合が多いです。ですので、なんだハザードマップかということではなくてですね、非常にそういった意味では重要なものになってきますので、ご自宅の場所がどういうふうになっているのか、市役所でも確認できますし、ホームページなんかでも確認できますから、ぜひそこをお願いします。そして大阪防災情報メール、ぜひこれ登録いただきたいと思います。ツイッターでもやってますけれども、あらかじめ登録いただいたら
いろんな情報をどんどんプッシュ型で発信をしていくことになります。それから非常品あるいは備蓄品、これについては常に準備をお願いをしたいと思います。そして災害用の伝言サービスですけれども、171災害用伝言ダイヤル171というのがありますので、ぜひいざという時の手段、いざという時の連絡手段として調べておいていただけたらと思います。次お願いします。訓練を行いますが、その中でまあ、これは訓練ですから、3密を避けながらの訓練をぜひお願いしたいと思います。また今テレワーク等もやってる会社もあると思ってますので、在宅勤務の方にもですね、この社内だけじゃなくて、在宅勤務の方の安否確認等もその会社でやるとか、まあ、そういったさまざまな緊急連絡体制、安否確認の確保、確認、そういったものもぜひお願いしたいと思います。いざという時に備えて、お一人お一人がどういう行動を取るのかというのを、この機会にぜひ一度少しの時間でもいいので考えていただきたいというふうに思います。はい、以上で僕からは終わります。知事からの説明は以上でございます。そしたら順次質問をしていただけたらと思います。私の方で指名させていただきますので、手の方を挙げていただいて、社名を告げて、質問をお願いしたいと思います。それでは幹事社から。毎日新聞の鶴見です。先の会見の大阪府医師会との自宅療養への支援強化についてなんですけども、これまでのオンライン診療や夜間の民間診療などの仕組みはありましたけれども、大阪府医師会という団体が組織だってですね、府内の自宅療養者の現地というか自宅に入って治療する仕組みというのは今回が初めてという理解でよろしいでしょうか。そうです。大阪府医師会に所属の先生方が個別にやられてたり、あるいはそれは保健所と個別に連携してやられているというのはこれまでも結構あったんですけども、組織として大阪府医師会と大阪府が連携してやる、組織同士でやるということは今回が初めてということになると思います。往診について、それ以外のワクチンであったり発熱外来とか検査であったりオンライン診療とかそういったことは連携してさせてもらいましたが、この日中の往診体制を組織的にやっていこうということについては今回が初めてということになります。昨日の1日時点で、自宅療養者数が約1万8000人いますが、改めてですね、今回大阪府医師会との支援強化の連携についての知事の受け止めについてお伺いできますでしょうか。非常に自宅療養者の皆さんが医療にアクセスしやすくなるという意味では非常に大きな意味を持つと思っています。今回府医師会からの往診にかかる調査もしていただいて、約600 の, この医療機関で往診をしてもいいという回答がありました。これはこれからだから往診体制は今後、今日大阪府と大阪府医師会とで共同発表しましたから、現実に増えてくると、そして実際の往診も増えてくると思います。中でも我々として非常にありがたいのが、かかりつけ患者以外でも往診しますというふうに言ってくれている病院が175あると、これは非常に大きいと思ってます。約200弱の病院がかかりつけ医じゃなくてもこの訪問診療する往診をすると、今までかかりつけ医というのは結構あったわけですけれども、かかりつけ医以外だから新規のクリニックの先生方からすると新規の患者さんというか、保健所病院にも来たことがない方、だからカルテなんかもないというような状況でのスタートになると思いますけれども、どういった基礎疾患とか持病かお持ちかわからない、かかりつけ患者であったらそういったことがわかるわけですけど、そういった患者さん以外でもこれは往診をすると言っていただけたのが約200弱あると。そしてさらにそれをリスト化して保健所への提供も可能とするのが65あると、これは非常に心強いと思っています。そしてもう一つやっぱり大きいのが、大阪府医師会の中に紹介窓口を設置していただくと、これも非常に大きいです。特に大阪市内中心になります。大阪市内も保健所も逼迫している中で、その医師会から個別 の, その公表はしていないとしても往診していただけるクリニックの先生に連絡が行き、そしてそこから近く の, その自宅療養者のところに行くということになるので、ここは非常にワークするのではないかと思っています。そして重松会長もおっしゃってましたけれども、いろいろオンライン診療もそうですし、この往診の中で、これは抗体カクテル療法の適用じゃないか、ロナプリーブの適用じゃないかとなれば、そこを
外来のロナプリーブにつなぐとかですね、いろんな展開も見えてくると思いますので、本日医師会の皆さんがこの仕組みを作っていただいたというのは非常にありがたいと思ってます。またチーム診療、先ほど申し上げましたけど、チーム往診をやっていただけることになるので、そのチームで組むということになると、それはそのエリアエリアで近い方に行っていただけることにもなりますし、組織だってやっていただければ保健所との連絡も非常にスムーズにいきますので、そこに対する補助金制度も作りました。もちろんこの補助金については医師会所属の先生じゃない先生にも適用していきますが、基本的にはこの基幹診療所を中心にですね、この往診、特に日中の往診体制の強化につながると思っています。これまで夜間については民間の医療機関と契約をして、いざという時の夜間の往診体制は整えてきました。平日でもオンライン電話等による診療、520の医療機関が参加してくれるということになりましたが、日中についても訪問看護についてはスキームを作って、看護師さんの皆さんが行っていただける体制を作りましたが、今回新たにお医者さん、特に医師会所属の先生方が日中の往診をしていただけるということは非常に大きな意味があると思っています。すみません、最後に宿泊療養者に対するカクテル療法を今回拡充するということなんですけども、これまでの実績数やもし課題などがありましたら教えていただけますでしょうか。これはこれからやっていくということになりますので、医療チームを作って、そして、ホテルのカクテル投与をやっていくと、これ往診のやり方でやるということについては、9月の来週の火曜日からやるという形になります。で、週5日程度ホテルで大体5名から1ホテル5名から10名程度ですので、1週間にすると20名から50名程度するという形になります。でそれ以外 の抗体カクテルの療法の仕方についてはさまざま、もうすでに運用開始しています。開始しているというのは言っても始まったばかりのところが多いですけれども、まず病院でやっているところについてで言うと、8月24日段階で422 の事例をやっています。8月24日ですので、これ日々非常に増えてますから、今現時点の数字までは把握してもないですけれども、特にその病院ではかなりも進んできているというふうに思っています。それから外来であったり、ホテルのカクテルセンターであったり、短期入院型であったり、それぞれ数十件単位で日々やっていると、進めていると、そういう状況です。また一定期間が経過した時の実績数についてはどこかの段階で公表したいというふうに思っています。いろんな抗体カクテル療法ができるスキームの幅を広げて、そして参加していただける病院等々を広げているというのが今の現状です。そしたら次の社いらっしゃいますか。そしたら今手が上がった朝日、朝日新聞久保田です。何点かお伺いします。先ほどの医師会による往診でですね、保健所業務の負担軽減につながると期待できる部分があれば教えてもらえますか。自宅療養者の方が保健所に連絡 しなくともですね、なかなかつながりにくい時間帯も当然これはある中で、例えば医師会にも連絡窓口がありますから、医師会の連絡窓口に電話すればそこで、往診のお医者さんに来ていただけると、こうなると保健所は介在しないことになりますので、しかも保健所業務非常に逼迫してますから、自宅療養者の側から見ると保健所に連絡せずともお医者さんと直接アクセスするルートができたということは非常に僕は大きいと思っています。特に大阪市内はですね、保健所逼迫してますから非常に大きい。それからさっきのチーム往診についても、チーム訪問診療についても今大阪市内から始めるということで6医療機関1チームで始めますけれども、これうまくいけば会長もおっしゃった通りどんどん広げていくということをぜひやってもらいたい。保健所としては健康観察をしている中でですね、これちょっと重たくなってるんじゃないか心配な患者さんというのはやっぱ出てくる場合に、ここで往診の日中往診で行って先生方に行っていただけたら、その情報も共有できますから非常にその安心にもつながってくると
という意味で保健所自身の業務の逼迫で、保健所が本来この感染症の中で求められていることについての、まあ、ある意味分担というか、そういうことにもつながってくるんだろうというふうに思っています。これは非常に医師会が窓口を作っていただけるというのは大きなところだと思っています。ということは往診した医師によってもうこの患者は入院が必要だと思ったらすぐに入院につなげられるような、そういう仕組みが、まあ、構築できるということですか。もちろんそうです。入院の場合もそうですし、まだこれは入院適用じゃないけれども、例えばロナプリーブがした方がいいんじゃないかとか、あるいは入院に至らなくても非常に不安に思ってますから、これは自分が多分かかったらそうなるというのは容易に想像つきますけど、非常に高い熱が出てどうなるかわからないと、相談相手がいないと、そこにお医者さんが来ていただいて、例えば咳止めでも解熱剤でももらえたり、あるいはそこで診察していただけるというのは非常に大きな安心にもつながる。軽症の経口治療薬がないのが非常に辛いところなんですけれども、まあ、ただの対処方法の薬剤でもやっぱり随分違うと思いますから、それができると、またその情報をお医者さんが持ってもらえるということは非常に大きな安心につながると思っています。でもちろんこれは緊急に入院が必要だという判断もお医者さんにしていただくということになります。ただ病床非常に逼迫もしてますので、入院適用じゃない人がどんどん入院救急搬送されると、またそれは違った問題も出てきますから、このあたりは医師会とも協力しながら、ある程度相対適用対象じゃない方についてはもう往診の治療の範囲でとどめていただいて、すぐに入院だ、すぐに救急車だってなってくると、これは回らなくなってきますから、そこは医学的な見地からもご判断をいただけるというふうに思っています。ありがとうございます。話変わったインテックスに整備予定の臨時の医療施設についてなんですが、一部報道では10月中の運用開始を目指すというのもあってですね、改めて開始時期の目安とですね、であればこの第5波の対応として臨時医療施設は間に合うのか、今の考えをお伺いします。これは今走りながらやってますから、この確定的な時期というのは申し上げることはなかなか難しい、できるだけ早くと申し上げている通りですけれども、僕自身は9月中に完成をさせたいというふうに思っています。10月中という記事も一部出ましたけれども、それは決して指示しているような状況ではなくてですね、できるだけ早くというのがこれまでの僕からの指示ではあり、共有内容です。で現実問題10月になる可能性も、それはもちろんあるかもわからないですけれども、やっぱり毎日2000人3000人単位の陽性者が出ているわけですから、やっぱりスピードを重視して僕はやるべきだと思ってます。なので9月中にこの大型医療施設については完成させるということを目標にしたい、9月中開設、これを目指します。最後に昨日も3000名を超える陽性者が確認されました。緊急事態宣言が始まって1ヶ月になりますが、先ほど人流の話もありましたけれども、この1ヶ月経ってなお感染が、減少傾向に至らない理由、要因については知事はどのように考えていますか。いや、2つあって、1つはデルタ株の感染拡大力、そしてもう1つは人と人との接触の機会がそれほど大きく減少していない、この2つの組み合わせだと思っています。ただその中でもやっぱり感染の倍加速度自体は鈍化してきてるんではないかなと、その可能性はあるなというふうにも思っています。そしてこれどうなるか分かりませんけどね、この先ちょっとどうなるか分からないけども、あとはやっぱり東京首都圏の状況というのは非常に僕は注視をしています。やっぱ東京首都圏から2週間ぐらい遅れて大阪感染が広がってくる、まあ、他のエリアもそこからぐっと外に広がって今度はデルタ株がぐっと広がる傾向にあるので、東京首都圏が一向に収まらなければこちらも一向に収まらないということが想像されるんですけども、東京首都圏がここも専門家もいろいろ意見あるみたいですけれども、東京首都圏の感染が収まってくるかどうかということも大阪のちょっと少し先の未来を予測するという意味では重要ではないかと思っています。現状では昨日3000人を超える増加傾向はもう継続している、まだピークは見えないと思っています。ただまあ倍加速度が 1.5 倍ぐらいでずっと継続している状況でもない、なので今週また来週の感染者数ということは非常に注視をしていきたいと思います。これだけ増えてきているというのは先ほど申し上げた通りデルタ株の拡大力プラスやっぱり人と人との接触の機会ですから、できるだけ人と人との接触の機会を減らして感染対策の徹底をお願いしたいと思います。ありがとうございます。次の方、今手が上がった ABC さん。
ABC テレビの辻村と申します。何点かお伺いしたいんですが、まず往診体制の関係なんですけれども、医師会のその紹介窓口については、これは24時間何かこう連絡したらこう対応してもらえるというものなんでしょうか。そのあたり時間について教えていただけますでしょうか。そこの詳細まではお聞きしてませんので、ここは医師会がの方で適切に設定されるんだと思います。わかりました。あと先ほどちょっと協力金の関係でちょっと分からなかったところがあるんですけれども、基本的にその1チーム、さっき私が理解してたのは大阪市内を6つのエリアに分けてそれぞれ基幹病院を作って、その1基幹病院を1チームとして、そのエリア その複数の診療所が往診に行かれるのかなと、ちょっとそういうふうに認識していたんですけど、それは誤りということでいいんでしょうか。市内の6医療機関クリニックが1つのチームを構成する、これが正しいと思います。これ正しいんですよね。それでそれで間違いないです。なのでできるチームは1チームです。でそこに構成される構成診療所が6です。これが大阪市内でまず1つ動き出すということです。でここについてはこのチームの数を増やすパターン、あるいはそれ以外に別のチームを構成するパターン、いろいろあると思うんですけれども、それを増やしていきたい、ここが成功すれば増えてくると思いますの でこの仕組みを補助金の仕組みも作りました。でこれは非常にこのチーム編成を組むというのは非常に重要なことだと思うので、今後増えてくると思いますし、また重松会長ともおっしゃっていた通り、増える要因、働きかけを医師会からもしていただけるということなので非常に心強いと思っています。じゃあこの大阪市内で初めて誕生する1チーム6医療機関に対する支援金がどうなるのといえば、先ほど申し上げた通り厚生診療所1つ当たり30万円ですから、6医療機関で構成される1チームですので、6×38の180万円、これは月額180万円ずつ毎月そのチームにお支払い補助金を交付する、そういう理解です。ということは基幹病院が今6つですけども、その1チームの中で例えばその中で10チーム違う基幹病院1つやで、基幹病院1つ、基幹診療所は1つ、1チームで1つの基幹病院、でその中6つの中の1つが基幹病院、そうです、そうです、キャプテンがいるみたいなイメージです。分かりました。6人の中に1人。ありがとうございます。すいません、ちょっとお話が変わりますけれども、今日で緊急事態宣言、発令から今回1ヶ月というところで、先ほどの発表にもありましたが、若者 の感染者数が非常に増えていると、で、一応ちょっとその倍加速度は下がっているかもしれないというレベルなんですが、感染者が増えている中で、現在、その若者が感染しないための対策として、知事としてはどういうところが考えられるかというのを、今のお考えをお伺いできますでしょうか。とにかく人出の多いところは避けていただきたいということです。そしてできるだけマスクも不織布マスクをしていただきたいと、いろんなウレタンマスクとかいろんなマスクありますけど、できるだけ不織布マスク、ちょっとおしゃれじゃないかもしれないんですけど、ちょっとそこはやっぱ効果高いのは不織布マスクと言われていますので、不織布マスクをぜひやってもらいたいということと、つけ方なんかもきちんとつけていただいて、でやっぱり一番大事なことはできるだけですね、人混みとか人が接触しやすいような場面をできるだけ避けていただきたい。特に若い方はそういったところでやっぱり楽しみたいという思いもあるし、僕も自分の若い時振り返ったらそうだったんだけども、その楽しみを奪うのかと言われたら本当にこう心苦しいんですが、今やっぱりこれだけ感染が広がっている時なので、そういった人と人との接触の機会が非常に増える、人混みであったり、その人の街のど真ん中であったり、こう大きくこう騒ぐような愛知でもフェスなんかもありましたけれども、ああいったところはできるだけ避けていただきたいと思います。ありがとうございます。あとは特に運動を気をつけてもらいたいですね。部活とかやっぱり見てても学生でも部活、特に運動部系でのクラスターが非常に多いですから、やっぱり運動するとわーって激しい呼吸も出ますし、接触も増えますから、その運動するときはぜひちょっと本当気をつけてもらいたいと思います。次の方、じゃあ一番奥、はい、テレビ大阪の小林と言います。よろしくお願いします。
新規感染者がですね、鈍化しているとはいえ減らない中ですね、緊急事態宣言の期限があと、10日ほどになります。最終的には国の判断ということですが、また推移を見る時間というのはまだしばらくあると思いますが、現時点で12日以降の対応について大阪府としてはどのように考えていらっしゃいますかというのと、今後も緊急事態宣言というこの、制度自体が効果的かどうかというのについて、ご意見いただけますか。今感染者がどうなるかまだ推移見えないところもありますから、特に来週ぜひそれは注視していきたいと思います。そしてまた緊急事態宣言の期間も9月12日までありますので、今の時点でこれはどうすべきかというようなものではないとは思ってます。ぜひ一日一日この感染対策できるだけ協力をお願いしたいと思います。で、緊急事態宣言効果がない効果がないとも言われるんですけども、ちょっと人流抑制のグラフも示させてもらいました。確かに過去の緊急事態宣言の時と比べたら人流の抑制効果っていうのはそれ自体も下がっているところはあるんですけど、ただやっぱりこれここを見てもまん延防止と緊急事態の明らかに差は出ているので、そういった意味で緊急事態宣言そのものに全く効果がないというのは僕は間違っている言い過ぎなんじゃないかなと思います。過去の何回かこうやる中で非常にマンネリ化してきているというのはその通りかもしれないですけど、これは事業者の皆さんも随分協力もいただいてますし、ね、実際まん延防止よりは過去にあったまん延防止のどの期間よりはやっぱり人流も下がっているし一定の効果はあるというふうに思ってます。はい、次の方、読売新聞。読売新聞の太田です。発表事項の中にあった児童学校関連のクラスターなんですけども、そのクラスターが発生した33施設のうち3分の1が、家庭内で感染が広がっていたということなんですけども、この感染が広がらなかった家庭というのは何かこう対策等を徹底されてたということなのでしょうか。その個別個別の家庭にヒアリングしたわけではないので、なかなかそこまでは分からないですけれども、統計としては3分の1はやっぱり逆流現象が起こっているということということです。でもう一つ、デルタ株感染拡大力が強いので、もうほぼ家庭内の誰かが感染したらほぼ家庭は全滅という場合が多いというのは保健所から聞いています。その子どもから大人感染というのは一番今まで起きにくかった現象なんですけど、今まで一番起きにくかった現象が大人感染は家庭内でもすぐ起きるんですけど、大人子どももありますけど、子どもから大人っていうのはあんまなかったんですが、それが出てきているのはデルタ株の特徴的な特徴の一つだと思ってます。それだけやっぱりウイルス量が強くて感染力が強いんだと思います。その家庭内でですね、感染が広がらないようにするために大切なこととして知事としてお考えのことがあれば改めてお願いします。ここについては自宅療養者の方の対策ということで一つまとめたページもあります。大阪府でのページ作ってますので、ぜひそこで見ていただきたいと思います。言い出したらキリがないんですけど、ゴミのこう処理の仕方とか家庭での過ごし方とかいろんな詳細な情報も発信してますので、ぜひまだそこ見ていただいて、その陽性者が分かったらもうそことできるだけ、まずはやっぱホテルですよ、ホテル療養でやってもらいたいと思いますし、ホテル療養も増やしていってますので、ぜひそこはできるだけ活用もしていただきたいと思ってますし、40歳というのは一つ枠作ってますけど、40歳未満の方でも自宅でなかなか感染対策が取りにくい方はホテル療養の対応にしてますので、現実問題は今40代ばっかりじゃなくて20代30代も結構多くの方がホテル療養に入られてますから、ここは最後保健所が判断していくんですけど、できるだけやっぱりまずは分離するというのが重要だし、どうしても分離しないという場合でもそういった家庭でこういう対策を取ってくださいというか細かな情報発信をしてますので、そこをぜひやっていただけたらなと思います。そのおまとめサイトも大阪府でも作ってます。あと最後発表事項になった880万人訓練なんですけども、その今回コロナ禍で行う880万人訓練というのは2回目ということになると思いますが、改めてですね、コロナ禍での災害に関してですね、特に意識してほしい、知事として意識してほしいことがあればお願いします。もし災害が起きたときはもうコロナより避難を優先してもらいたいということです。コロナの恐れがあるから避難所行くのやめとこうとかそういうことではなくて、やはり大きな災害が一挙にドッと来たら、これはそれによって失われる命のリスク非常に高くなってきます。なのでそこはもう躊躇なく
市町村から避難の指示であったり、そういうものが出れば避難をしていただきたいし、大災害が起きればすぐ避難をしていただきたいと思います。避難所においてもできるだけコロナ対策というのを取ってて、家庭ごとの距離を置こうという対策をいろいろやったりだとか、いろいろ市町村でできる取り組みもしてます。なので災害が起きたときはコロナより災害を優先させてもらいたいと、災害対策の方を優先させていただきたいと思います。ありがとうございます。そしたら次の方、今まっすぐ手を挙げた、はい、日本経済新聞の玉岡と申します。先ほど東京と、2週間ほど遅れて大阪の感染状況を見られる部分もあるというふうにおっしゃっていたと思うんですが、今東京が感染者少しずつ減少をしている傾向も見え始めている中、大阪が今過去最多、昨日も過去最多という人数で、同じ緊急事態宣言という措置を取っている中、首都圏と大阪、こうした感染状況の違いが出ている理由というのは、もしお考えの部分あれば教えていただけますか。まず一つはやはり大きく増えた時期っていうのがですね、お盆の前後で非常に増えてますので、おそらくお盆休みの前後で人の動きっていうのが活発になったんではないかというふうに推測をしています。そこで感染が一挙にぐっと増えた部分があるだろうというふうに思っています。でお盆明けてからお盆休み終わって、今判明しているのはお盆休み後しばらく経ってからですので、少し鈍化しつつあるということもあるんではないかと。やっぱり人の動きっていうのがそのお盆休みでやっぱり大きく動いたっていうのも一つある、これは大阪だけじゃないですし、一つあるんじゃないかと思ってます。でもう一つあるのが株の置き換わりのかな、タイミングかなというのも実はあって、デルタ株の置き換わりのタイミングっていうのが先行して起きたのが東京でした。そして置き換わりその後に起きたのが実は大阪関西圏とそして中部圏なんですね。中部圏も当初大阪と似ててなぜかこう感染者がなかなか増えてなかったんですけれども、今ちょっと増えてきてると。実はだからこの株の置き換わりのスピードというか、ここはちょっと僕もウイルスの専門家じゃないか分からなくて、どちらかというと今までの経験則に基づくんですけど、第4波とかも含めた経験則に基づくんですけど、この株の置き換わりのタイミングっていうのが実は非常に感染の拡大とかの減少に影響しているんではないのかなというふうにも推測もしています。なので株の置き換わりが進んでなければその後も感染が拡大し続けるパターンが多いんじゃないかと、今回株の置き換わりがもう随分進んできているということで、その株の置き換わるタイミングがまず東京首都圏から始まって、次大阪や中部に来ていると、大都市圏でもともとこれはウイルス広がりますから、匿名性の高いやっぱり広がり、匿名性の高いところで広がってきます。人口密集地で広がってきますので、大都市圏じゃないところも一時期パッと増えてもバッとすぐ下がりやすいですけど、大都市圏においてはやっぱりこの株の置き換わりのなんかこうタイミングというのも非常に実は影響しているんじゃないのかなと思ってます。第4波の時も大阪関西圏でアルファ株の株の置き換わりが実は早かったのが大阪関西圏でしたから、あの時東京首都圏はアルファ株とは違う株があって、そのアルファ株が進み始めたのは結構遅かったので、だからこう株の置き換わりのタイミングっていうのもあるのかなというふうに思いますが、ちょっとここは僕ウイルスの専門者じゃないから何とも言えないですが、それも一つ過去の経験則でいくと重要な、僕自身は重要視しています。あとはもうやっぱり人と人との接触の機会です。で人と人との接触の機会というのを考えると、今まで夏休みでしたけど、夏休み終わって学校が始まって人の生活スタイルが変わりますんで、これが減少傾向になるのかちょっと増える傾向になるのか、ここはちょっと予測しづらいなというところはあります。学校については特に注意しなければならないと思っています。そのずれるのはやっぱそういうところなのかなと、特に盆休み人の移動が非常に多くなったっていうのは、ここはウイルス側の事情というか我々行動側の事情、ここが大きく作用してるんじゃないかと思っています。
あともう1点、今後の措置内容の強化の可能性についてなんですが、以前知事、重症病床の確保病床に対する使用率が 50% を目安に、大規模商業施設休業要請など措置強める強化、措置の強化について言及されてましたが、今 39% と 50% もだんだん近づいてきた中で、そうした休業要請含めた措置の強化についてのお考えはお変わりはないでしょうか。基本的に変わるところはないです。ただまあその感染者の状況がどうなっているのか、これは当然並行して考えます。50% という基準はもちろん非常に重要です。ただそれ なんでそういう基準を作っているのというと、本来救うべき命が救えない状態をできるだけ回避すると、つまり最後の砦である重症病床が 100% を超えて、そこで治療できなくなるような事態、これを避けたいという思い、そこで一つの基準として 100% になってからでは当然遅いですから 50% というのを設定をいたしました。じゃあその 50% に達するのも、こう感染が非常に急拡大で上がりながら 50% に達している場合と、それから逆にもピークアウトして下がりながらで 50% 達した場合で、全く 50% の意味は違うと思ってます。最後の趣旨はそういう趣旨ですから、先ほど申し上げたのが本趣旨なので、なのでやっぱり感染状況がどういうふうになっているかというのも考えながら、基準としての 50% は維持して、そしてそこに達するような状況になれば、感染の、トレンドも含めて判断をするということになると思います。そういう意味で言うと、今2000人から3000人が続いている中での 50%、 もし仮にそういう状況になった場合は、どういうふうなご判断になるんでしょうか。なのでこの感染者数がもうずっとこの高い状態で維持されているのか、するのか、あるいはもう増えていくのか、あるいは減少するのか、これは分からないので、ちょっと今の段階でなかなか言えないです。で、明らかにこうピークアウトして下がってきているときに、少し遅れて当然重症者というのは増えてきますから、それで 50% になったからといって社会を止めるということを言っても、やっぱりそこは社会の理解を得られないというふうに思っています。ありがとうございます。次の方、じゃあ産経新聞。産経新聞の尾崎です。先ほどの医師会との会見にも絡んでくると思うんですけれども、今回大阪府医師会と共同で会見して、こういった往診体制を強化したという話をされたということについてですね、これまでこうなかなかこう自粛をしたがらない人の中にも、医療体制の充実を先にしろみたいなことをおっしゃる方もいらっしゃったと思うんですけど、今回実際にこう大阪府が大阪府医師会と連携してですね、こうやって体制強化っていうのをやることができたということはですね、ある種こう人々のこう行動抑制をしていく上でもこう意義があるものなのかなとも思うので、そのあたり知事はどうか。はい、まず行政として、医療提供体制を強化する、それをまずお前らがやれというのは、もうそれはその通りだと思ってますし、そういう責任があると思ってますので、いろんなやり方で今広げていってます。で、府民の皆さんに行政としてもできる限りのことをやっていきます。つまりその容量ですね、そこでできるだけ増やしていくと。ただどん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 陽性者が蛇口がからどん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 陽性者がこう増えてくるようなことになると、必ずバケツの水は溢れますから、そういった意味では陽性者そのものを減らしていくというか、蛇口をこうできるだけ ひねってですね、感染者を減らす、これはなかなかお一人お一人の行動しかないので、そこはもう本当に府民の皆さんにご協力をお願いしたいと思っています。医療体制を強化していく、これは行政の責任としてできる限りやっていきたいと思いますが、一方で府民の皆さんにも感染全体を広げない、そのためにお一人お一人が感染対策を徹底する、これをやってもらいたいと思います。お願いするばっかりじゃなかなかやっぱり難しい位置にも分かってますし、僕らも最大限の汗をかいて命を守るため の責任を果たしていきたいと思ってますが、一方でやっぱりどんだけ頑張っても感染は人と人との接触で増えるので、行政が感染減らせるもんでもありませんから、やっぱりお一人お一人の行動、接触の機会の抑制、感染対策の徹底、ここをお願いしたいと思います。もちろんこれは人との接触の機会を減らすために、いろんなこの街の動きを止めるとか、そういう権限知事にあるわけですから、そういったことも当然あり得るわけですけど、これは大きなやっぱりその犠牲も伴う方法ですので、できればやっぱり府民の皆さんお一人お一人の感染対策、結局そこに行き着くので、どういう要請をしてもぜひそこをお願いしたいと思ってます。すいません、今回この往診体制大阪府医師会とやれるというところですね、従前から知事
こういった往診体制の強化という部分で、日本医師会がまあ温度を取ってやってほしいということもおっしゃってたと思うんですけど、こういった大阪の動きっていうのをですね、まあ、日本医師会の全体としてもこう参考にして、また温度を取ってやってほしいなという部分はありますでしょうか。大阪ではこう大阪府と大阪府医師会がこういった共同で発表してですね、往診体制を強化するということをさせていただきました。日本医師会もですね、ぜひここはもう日本医師会としてこれやるんだということを、ぜひ方針決定というか、それをやってもらいたいなと思います。緊急事態宣言をどうすべきとか、その蛇口の方の話をするのはもうこれは僕らでもできますから、じゃなくてそこのじゃあ医療体制をどうするのかということについて、日本医師会としては僕はぜひやってもらいたいと思ってます。ちょっと話変わるんですけれども、出口戦略のロードマップの関係の話で、感染者数のちょっと倍加速度がちょっと少しちょっと落ちてきているかなという部分でですね、で一方で自民党 のコロナ対策本部が政府に対して緊急事態宣言の期間の12日までにですね、その出口戦略的なものを出してほしいという話をですね、緊急提言するという形で、言っていましてですね、そうなるとそれ国のやつが出てしまえば、その後に大阪府のやつ出すということは多分今まで のご発言からするとないかなと思うんですけど、実際この緊急事態宣言中のこの12日までにロードマップを出される可能性っていうのはありますでしょうか。いや、可能性としては極めて低いんじゃないですかね。だって今大阪まだこうやって増えてる現状ですから、やっぱりこのピークアウトが明らかにこうピークアウトをして、これはもうある意味この医療も非常に厳しい逼迫はしばらく続くと思うんですけど、そこはなんとか耐えられるんじゃないかと、ならないとやっぱりその出口話でするタイミングではないと僕は思ってますので、9月の12日までにそれが来るとはなかなか思えないですね。ですか。そしたら日日さん。大阪日日新聞の椎葉です。まず診療所による往診事務の件なんですけれども、現在6院診療所でやっておられる、現在じゃない、6医療機関で対応するというふうな出ましたけれども、これいつからスタートというふうな感じで聞いておられますか。これは準備は整っていると聞いてますので、もう速やかにスタートされるというふうに思います。すでにこの6、ちょっと誤解なきように申し上げると、このチーム診療を行うのがこの6診療ということであって、もうすでに医師会所属の先生方で往診をしていただいている、訪問して診療していただいている方が多くいらっしゃいますので、もうすでにそれはやってます。なのであくまでもこういうチーム往診が初めてだと、そういうふうにご理解いただけたらと思います。これはいつぐらい、例えばその補助金とかもあり、失礼、支援金とかもあると思うんですが、いつぐらいまでっていうのは別に決めてはおられないですよ。いや、もうこれはこれに合わせてこの補助金 のスキームというのも作って、いつでも補助金交付できるようになってますので、もう本当に速やかに、動き出すというふうに思います。この時期がまた日程が分かればお伝えします。日程分かります。ちょっとまだ、はい、まだ、はい、速やかにということですね。はい、了解しました。でもう一個ずつ、大規模、インテックス大阪 の大規模医療施設なんですけれども、先ほど9月中に、完成というところを目指すという話をされてたんですが、今多分動いている中で現状で一番その、ボトルネック、になってしまっている部分、例えば人員の、確保とか、そこら辺何か今現状で掴んでいるものがあるようでしたらお聞かせね。医療従事者、特に看護師さんの確保だと思ってます。それ以外の部分でもできるだけいろんな、もう本当に課題を言い出したきりがないんですけど、そこについてはいろいろもう日々会議もしながら進めていってますので、スピード感を持ってやっていきたいと思います。なんとかそれぞれ課題については克服できると僕自身は思ってます。スピード勝負のところもあるので、スピード感に重視で進めていくと、これは今やっている最中です。何もないところからのスタートですけども、できるだけ9月中に開設というのを目標に進めていきたいと思っています。その中でやはり一番課題とすれば、医療従事者、特に看護師さんの確保だろうと思っています。お医者さんの確保について、ここについて、特に阪大病院監督を監修していただけます。いろんなオンライン診療も含めていろんな手立てはあると思っていますけれども、どうしてもそのレッドゾーンに入っていくということも必要になってきます。いろんなこう
こう現場で見て、ということもいろいろ考えると、やはりそれを本当に第一線で担われているのは、これはどこでもそうなんですけど、看護師さんなんです。コロナ治療の場合は、なのでそこのところが一つ、医療従事者の確保が一番大きな課題だと思います。難しいのかもしれませんが、数字的に例えば、何人必要なところ、何パーセントぐらいまで、まあ、何人は必要な国にしても大体半分ぐらいまでとか3分の1とか、そういうふうな何かものはありますか？今のところで何人までということはありませんが、大阪コロナ重症センターとちょっと違う部分があって、大阪コロナ重症センターの時はこれは重症治療、人工呼吸器装着、まあ、非常に大変な治療を行うということを前提に作った施設でした。それができる看護師さんももちろん限られてますし、そういった看護師さんも他で働いて大戦でされている方も多いと。そして30床というのはどう動かすか、120名ぐらいトータルが必要になってくるんですけれども、そういった逆算ができしてさまざま動いてたわけです。で、今回の大規模治療センターについては、じゃあ中に入る人がどういう人なのということで全然変わってくるんですね、対応が。今申し上げているところ、最初の動き出しの時は入院あるいはその宿泊療養の対象外になるような方を最初入ってもらおうと、走り出しはそうやっていこうと。もちろん将来に備えて中等症のベッドなんかも準備しておきますけど、最初から中等症の治療をそこでやるわけじゃありません。そうすると比較的軽症あるいは症状が本当に軽い方だけども自宅療養がなかなか難しいとか、まあ、そんないろんな方でいらっしゃると思います。そういった方が中心になると思うので、その看護師さんの数自体はそこまでなくても対応できるんではないかと思ってます。患者1名重症者と、あるいは軽症無症状リスクが低い人、全然これ本当に天と地ぐらい違うというのも医療関係者から聞いてます。対応の看護師さんのいわゆるその対応が必要になる。なので最初の走り出しはそういう方に入っていただくことを前提としているので、そこまで数が集まらなくても対応して、走り出しの時はそれでいこうというふうに思っています。じゃあ開設してからまた徐々に増やして強化していく、その走りながらランニングっていう形になっていくんでしょうか？そうです、そういうことです。最初からものすごい数がいけないボート入るというよりは、最初はこうまあ、どういった方が適用かというのはもちろんこれから詰めていきますけれども、施設はガンと揃えようと思いますけれども、入っていただく方はこれぐるぐる回すことも含めて、少人数からどんどんこう広げていくと。じゃあ少人数ってなんぼやねんというとまだ決めてないですけれども、そこは看護師さんがどのぐらい確保できるか、あるいはその看護師さんだけじゃなくて今はロジ担当も必要になってくるので、まあ、そういったことも含めて制度設計はしていきたいと思っています。いきなり多くの人数で開始するということまでは考えてはないです。ただ施設としてはいきなりでかいのが出来上がるというふうに思っています。じゃあ1000床って今聞いてますけども、それがフル稼働というわけではなく、どちらかといえば限定的にしてちょっとずつ状況増えていくというイメージですか？そのイメージです。ありがとうございました。あとはそれはあと連動するのは感染者の増加傾向も連動すると思ってます。今みたいなその2000人3000人が続いていれば、もっと医療ももうそこ逼迫した状態になっているでしょうし、逆に言ったらもう感染者がぐっと減ってきたら、今この大規模施設稼働させる必要があるのかという数になっているかもしれないし、これ分からないので、1ヶ月先の人数なかなか予測できませんから、まあそういった意味ではちょっとどういう動き出しになるかっていうのは、感染者数も横見にらみになりながらだというふうに思ってます。ありがとうございます。次に、はい、じゃあ関西テレビ。関西テレビの鈴村と申します。今日の、医師会との往診体制についてなんですけれども、知事はかねてよりその自宅療養者に対する、まあ、往診体制が必要というのはかなりおっしゃってたかと思うんですけれども、まあ、実際にその医師会の方でアンケートを取られたのも、まあ、8月の、まあ、末と先日ということなんですけれども、まあ、実際にそれを往診体制するにあたって、まあ、調整で難航していたところなどがこの医師会の方から話が入っていたら教えていただきたいのと、まあ、現状ですでにこの往診体制での課題といいますか、そのあたりが見えている部分があれば教えてください。それはやはりこの医師会の診療されているクリニックの先生方っていうのはもう普段のこの診察とか診療とかそういったところではもう忙しくお仕事をされているので、それにプラスアルファでやるっていうことがものすごくやっぱりハードルが高いんだと思います。でもちろんその診療所古典古典で
古典古典というか診療所ごとクリニックごとに併用されているわけで、そこで完結してやられていたわけですから、もともとコロナをやるなんていうのは想定してないわけです。それぞれの内科の先生であったりしても、なので普段も忙しく、いろんな方の診療も見、またワクチンへの協力とかいろんなこの発熱外来とか検査協力もする中で、もともと手一杯の中で、この往診をすると、実際に動いてその現場に行くわけですから、それはある意味やらなくてもいいわけですよね。義務もないし、簡単に増えてくる、何かこう強制的にお願いできるもんでもないし、そういうルールにもなってませんから、今の日本の法律体系っていうのは。むしろこれは感染症、最初は二類相当から始まって、去年の確か2月か3月ぐらいだったかな、こう医師会クリニックの応召義務の適用とは違うと、これは必ずしも見なくてもいいですよという趣旨の通知が確か厚労省が出されたというふうに思ってます。そこで一回ぐっと分断されたというところからのスタート地点があったわけですけど、そこからこう巻き戻していくのが必要になってきて、そして今はいろいろこう当然ワクチンも、医療従事者へのワクチンも広がり、そして感染者も増えてくる中、自宅でお亡くなりになる方もやっぱ増えてくるという点で、やっぱりそのクリニックの先生方が自宅の訪問診療をやらなきゃいけないんじゃないかという使命感でやっていただいた、もうこう使命感オンリーだというふうに思っています。やらなくても経営できていくわけですから、そしてそれを強制させるような法律すら国会では作れないのが今の日本の現状なので、ここは本当にお願いベースであって、そして重松会長の下でやはりこう組織としてまとめていただいて、自宅療養者に対して不安を取り除く医者としての使命でやっていただいているというふうに思ってます。ありがとうございます。あと1点だけなんですけれども、話変わりまして、外来とか宿泊療養で の抗体カクテルについてなんですけれども、現状すでにその大阪市では特に陽性が分かってから保健所からのファーストコンタクトというのがかなり日数が要しているという声があるんですけれども、そうなると最初の抗体カクテルの適用時期が結構ギリギリになってしまうということがあると思うんですけれども、現状知事としてはその大阪市の保健所の状態であるとか、その抗体カクテルへの遅れというか、それについてはどのように認識されてますでしょうか。実際大阪市の保健所もかなり強化してくれてますけれども、逼迫していろいろこと遅れが生じている、ここも事実だと思います。毎日2000人3000人単位で陽性者が生まれて、大阪市によっては1000名を超えるというような陽性者が生まれて、明日も1000名、明後日も1000名を超えると、そんな状況なので、それ以外にもいろんなやることが保健所にありますから、これも保健所だけで本当にこうどこまでやるんだろうというのは、ちょっとこの第5波が過ぎたときにはきちんと整理して全てを保健所ということの発想も変えなきゃいけないんじゃないかと。逆に言うといろんな支援体制やったとしてもやっぱり入り口保健所になりますので、そこで数日遅れてしまうとそれは保健所も何やってるんだって指摘もされるし、でも一生懸命職員はやってるんです。で療養者の方も連絡取りづらいとなると、誰にとってもプラスにやっぱりなってない状況っていうのも、あまり感染者が増えすぎるとやっぱそうなってくるので、このルール自体をどうするのかっていうのは、本当は本質的なところ、こういうのを国で議論しなきゃいけない、ところに僕は来てるんだろうと思ってます。ただそうやっても僕ら現場の人間としてはその状況の中で何をすべきかっていうことを考えなきゃいけないので、なので例えばそういう逼迫しているの分かってますから、抗体カクテルについても検査医療機関でも直接できるようにもしました。検査医療機関で保険証を介することなく、その外来診療で受けることができるということもやってますので、ちょっとここに今日はないと思うんですけど、これは現実にもかなり動き出してます。例えば今クリニック系の検査機関もありますけど、病院系の検査機関も結構あって、で病院系の検査機関がそこで陽性と分かったらもうすぐ自分のところで抗体カクテルやるというのもやってくれてます。保健所に行く前にもう自分のところでやるというのでやってますし、そういったことができる外来カクテル診療の仕組みを大阪府でも作りました。検査機関から直接外来診療につなぐ、つながなくてもそこがイコール外来診療になってたら直接もうそこでやるということも想定をしてます。そして現実それはもうすでにかなり増えてきてます。でもう一つはオンライン診療とかお医者さんの診療型直接つなぐということもやってますので、そういった意味では、それ以外にも保健所ルートというのがありますが、
まあ、これからいろんなこの特に抗体カクテルとかあの初期診療っていうのはあの早くやらないとやっぱり意味がないので、そこで数日間あのジムであの遅れてしまうとあまり良くないですから、そうもならないような仕組みを今一生懸命考えてやっているということです。よろしいですか。この際、質問、予定されている方は一度手を挙げていただけますか。お一人でよろしいですか。そしたら日経新聞さん。すいません、日経新聞の古田です。昨日発表された死亡者の中に3人ほどあの30代の方がいらっしゃったと思うんですけど、1人は基礎疾患がないということで、まあ、あの個人情報にあの差し障りのない範囲で構いませんので、知事が聞いていることがあれば教えていただけますか。やはりその若い方でもこうお亡くなりになることがある、そういうあの病気だというふうにぜひあの知っていただきたいと思います。あの基礎疾患のない30代の方でもやっぱお亡くなりになることがあります。冒頭申し上げたとおり20代30代で重症化する例というのも増えてきています。ですのであの、まあ、若い方も自分はあの大丈夫だというふうに思われるんではなくてですね、まあ、できるだけ早くワクチン広げたいんですけど、ワクチンもやっぱあのまだスピード感に限りがあるので、もともとの量にも限りありますから、あのできるだけですね、あのこの若い方についてもあのこのコロナについては強い警戒を持って感染対策の徹底をお願いしたいと思います。どのようにして亡くなったのかというのは知事はご存じないでしょうか。あの特に急なお亡くなりの場合が多いというふうに聞いています。よろしゅうございますでしょうか。そしたらこれで、会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。マイクを一旦お返しします。本日政務の質問ある者はおりますでしょうか。内容ですのでこれで終了させていただきます。